お疲れちゃんです、ラットです。今回はですね、あの新カードのあのホグが4体出るやつね、あのチートみたいなカードのロイヤルホグですかね、を使ったデッキをですね紹介したいなと思います。でデッキがもうこちらなんですか、アラムムシムシムシ、はい、このまあロイヤルホグが強いです、個人的にですけど強いです。ということでまあこのデッキなんですけど、まずこのホグカードが、ホグが4枚出ます、 4体出ます4体。まずそこがおかしいですね。まあ普通のホグライダーよりも弱いんですけど、1体がもちろんなんですけど、4体出るので、この2ここに出し、まあどこにっていうか真ん中の辺出してあげると2対2でホグを分けることができて、両サイド攻めできるっていうのはすごい強いですね。やばい、これやばい、相手も使ってきましたね。で、よいしょ。相手も、おー、これはまあノーダメで、そう、施設がないと、一発はマジで絶対っていうぐらい入っちゃいますね。両サイドに来られるんで。そう、なんで、なかなか厄介なカードだと思いますけど、5コスっていうのもあって、あんまり変に出しすぎると、自殺行為までありますね。これで逆にウィザードが出てくるかな。あーまあ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 。ここポイズン、ポイズン。で、今のはマジでダメージ入ってないまでありますね。一発ぐらいしか。一発まあ60ぐらいなんですけど、結局数が多いんで、チクチク与えていく感じですね。はい。で、まあ SP 流して、で、まあこの敵、まあ周りが強いまでもありますけど、テスラとエレイズ・バルキリーで防衛力もすごい硬いんで、結構いいんじゃないっていうのはありますね。でもこうロイヤルホグ流して、これも両サイド相手もエリババで両サイド防衛ですね。よいしょ。いや、なんかまあ言ったら地味かもですけど、ああこれバルキリーが範囲攻撃なんで、やばい。よし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 。なんで、ロイヤルホグ、まあ、使ってて強いですし、使われたら逆にだるいっていうのありますね。なんで、ロイホグの、なんだろうな、アンチカードみたいなのを探すとなると、結局5コスなんで、ゴブリンとかにすごい弱い感じしますね。ゴブリンで、まあ、片方を2コスで防衛されて、まあ、もう片方を、もう3、4コスで防衛されて、そのままカウンターかな、多分一番しんどいんじゃないかなっていうの意外と思いますね。まあバルキリーも強いですね。相手がさっきから固めて出してくれてるんで、でも俺は両サイドに出して一発、左一発、OKOK、右刺さりの、はい、なんでまあそのロイヤルホグが流行ればですけど、そのウィザードじゃない、ゴブリンがまあ増えてもいいんじゃないと思いますね。でも決めに行きたい時とか一気に行きたいっていう時はもうこの4体固め出しで大丈夫ですね。そしたらもうこれ一発は絶対入ってくれるので、よいしょっていう感じですね。まあ基本セパレートでいいかなと思います。で、さっきからこの横にあったと思うんですけど、このスタンプがその導入されて、これです。めちゃくちゃ可愛いです、これが。マジで可愛い。多分買ってる方もいるかもなんですけど、いやこの僕、この左下の、このベロのやつとですね、この、あ、これじゃない。これも可愛いんですけど、このキラキラですよ。これがめちゃくちゃ可愛い。もう個人的な意見なんですけど、ただただ。で、ここはもうなんか出るだろうの攻め声ですね。プリンセスと一緒に処理できたらラッキーで。はい。で、ここはナイト防衛してあげて、一発でいいか。OKOK。で、相手は枯渇かな。はい。で、まあ、基本的にロイヤルホグはセパレートでいいかな。よいしょ。ここ防衛してあげて、で、ここでロイホグ出してもいいんですけど、出したら多分コストが本当に1コスぐらいになるのもありますし、あ、これはロイホグを多分右側に出せば、1体だけ多分インフェルノタワーに行くんですよ、これ。1体だけちょっとおバカなやつが出るんですけど、多分3体はタワーに殴れるんで。ああ、3体もバカだった。まあ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 。
この一体だけちょっと優秀なやつですね。これはバレル来るとしんどい。ここはスケルトンで防衛して、まあ高回転なんでね、よいしょ、ちょっと許容して、あー、これは気にしないでください、気にしないでください、よしよしよし。で、まあアイスピ流して、今だと相手はあーインフェ回ってないんでロイホグ出してもいいんですけど、ここはウッドで防衛して、相手ここ今、あーうまい、それはうまい。でも相手今コストめっちゃ割いたの分かりますかね。なんでここで一気に攻めてあげたら、相手インフィかガゴムリか、どっちかにガゴムリしかないんで、そっちか。でポイズンで美味しくいただいて、左がめっちゃ刺さってますね。2体2体優秀。これ ISP 後ろから出してあげたら、あれ、もうちょっと頑張る、もうちょっと頑張る、もうちょっと頑張る。 OKOKOK、一発本当に50ぐらいですね。でもう一回ホグ出してあげて、でこれでも気づいたら2個とも落とせそうなんですよね。これで一つ気をつけたいのは、この僕今これずっと両サイド攻めしてたんでこうなってるんですけど、この相手のあれですね、タワー両方綺麗に削りすぎて2個あと500とかで落とせず負けるみたいなやつですね。それだけは気をつけたいですね。なんで、まあ、最後決めに行きたい時とかはしっかりもう4体どっちかに固めて出して先読みポイズンとかもありですね。でよし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 、これはもうあとスペルで終わるんで、こう防衛してポイズン打って終わりですね。よしよし、まあバルキリーゼリーズが優秀ですね。あとスケアイスピで高回転で回ってテスラもあるんで、防衛もう硬いつつホグで確実にダメージが入るっていうのありますね。よいしょ、待って待って、やばいやばいやばい、画面から外れる。よしよし、はい。でまあラストです、ラスト。スケルトンを回して相手が何か出してきたらそれに合わせてバルキリーです。おいしょ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 、星座がしんどい、星座がしんどい。ここはまあ後ろからバルキリー出してあげて、でこれはポイズン打ってもいいのかな。でもポイズン打って30人が来たらしんどいですね。あ、ここは打ちます、ここは打ちます。よいしょ。でエレイズこれ出してあげればバルキリーが残る。よいしょ。大体これに何か防衛ユニット使って、でここでロイホグ出してあげて、相手はこれ両方防衛しないといけなくてエレイズもいるんで、よしよしよし、この逆サイが刺さりますね。ほんまちょっとですけど、いやーそれはやばい。このコウモリなかなか厄介ですね。よいしょ、わー一体残った。この一体一体コウモリがマジでしんどい。よしよしよし、まあ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 、大体インドラマジアチャダクプリメガナイトコウモリみたいな感じか。5枚、今5枚ぐらい。でこれはもうポイズ打っていいかな、打っていいかな、打っていいかなと思うんですけど、そんなタワーも削れてないんで一回待ちますかね。あ、このゴブリンかわいい、このゴブリンかわいい。あ、いやもうこれあのスタンプが導入されてめっちゃ楽しくなりました、クララが本当に。ああもうやば、みんな持ってる、かわいい、マジでかわいい、めっちゃかわいくないですか。ちょっとほんまにスタンプがかわいすぎてやばいまでありますね。今後多分またいろんなスタンプ増えると思うんで、それマジで買いたいっすね。個人的に、まあ、ミラーはない、ミラーのスタンプはないっすね。さすがに出ないと思うんで、やばい。あ、待って、電話来た、ね、あーいや、宅配便、郵便物、ちょっと待って待って、あと40秒、あと40秒、ちょっと待って。これやばい、これやばい。出ないと、荷物。いやー、荷物取り行きたい。ちょっと待って。めっちゃ攻めてくるやん。ちょっと待って、マジやばい。ちょっともうほんまに荷物受け取らないとやばい。ちょっと待って、マジで。え、待って、これ、一回どっか行ったら無理や。一回どっか行ったら無理。
ということで、今から消えます、消えます、消えます、バトル画面だけでいきます、バトル画面だけでいきます。ちょっと待って、痛い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